クリストファードルトン・ジョンソンは、アメリカ合衆国、フロリダ州コリアー軍、ネイプルズ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。父は元メジャーリーガーで、ボストンレッドソックスのコーチも務めたロン・ジョンソン。2003年の MLB ドラフト37巡目で、ボストンレッドソックスから指名されたが、契約せずに、ステッソン大学へ進学した。2006年の MLB ドラフト4順目で、 ヒューストンアストロズから指名され、プロ入り。2009年9月9日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビューを果たした。2010年は後半戦から三塁手のレギュラーとなり、規定打席未到達ながら打率。308を記録。ただし、バビップ387とやや運に恵まれた面もあった。2012年7月29日にマーク・クラウス。 ボビー・ボーチェリングとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。移籍後最初の試合で満塁本塁打を放ち、球団史上初めて初試合で満塁本塁打という記録を作った。2013年1月20日にマーティン・プラド、ランドール・デルガド、ニック・アーメド、ジーク・スプライル、ブランドンド・ドルーリーとのトレードでジャスティン・アップトンと共にブレイブスへ移籍した。 ブレーブス加入1年目は打棒好調を維持し、リーグ2位となる打率、321を記録した。左投手相手には、383、得点圏でも、336とよく打った。2014年1月17日に、ブレーブスと475万ドルの1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。5月2日に、ブレーブスと、 総額2350万ドルの3年契約に合意した。2012から2013年に2年連続で打率、280以上、2シーズン通算27本塁打を放ったが、2014年は自己最多の153試合に出場しながら打率、263.10本塁打、58打点と、やや低調な数字に終わった。他方、総類面では、 大幅な進歩を見せ、失敗なしで6つの投類を決めた。守備面では失策こそ、前年からは半減以下となる6つに抑えたが、DRS はく13という数値に終わった。2015年、56試合でプレーしたが不審に、陥り、打率、235.2本塁が11打点という打撃成績だった。守備も、いまいちで、 三類手を守った23試合では3、失策、守備率、923DRS1、一類手を守った20試合では、1失策、守備率、992DRS0 という成績だった。2015年8月7日に、ニックスウィッシャー、マイケル・ボーンとのトレードで、クリーブランド・インディアンスに移籍。インディアンス加入後は、打撃が、やや復調し、 27試合の出場で打率。289.1本類が7打点という成績を残した。ただ、三振は多めで出場時合数とほぼ同等の25個を喫した。守備についたのは1塁手で10試合、3塁手で4試合であり、どちらのポジションでもエラーなくこなした。12月17日にディーフとなった後、21日に自由契約となった。 2016年1月12日にマイアミマーリンズと1年契約を結んだ。この年は内野の両コーナーの控えとして113試合に出場して打率222.5本塁が24打点の成績を残した。オフの11月3日に FA となった。2017年2月24日、ボルチモアオリオールズのスプリングトレーニングに 招待選手として参加することになった。11月6日に FA となった。2019年2月23日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。3月20日に FA となった。2021年よりシカゴホワイトソックス参加トリプル A 級、シャーロットナイズの打撃コーチに就任した。ありがとうございます。